ルミエール旧地下発酵槽は、山梨県笛吹市一宮町南野路にある、現存する日本最古のヨーロッパ型横倉式ワイン、醸造専用の地下発酵槽、お及び半地下貯蔵庫である。1901年に施工建築されており、再現することが容易でないものとして、1998年4月21日に、国の登録有形文化財に登録された。 ケート川洗浄地の空中写真。画像中央最上部、やや左に見える赤い屋根の建物が地下発酵層のあるルミエールワイナリー。洗浄地下部末端に作られている様子がわかる。国土交通省国土画像情報をもとに、作成日本最古のワイン醸造用地下発酵層のあるルミエールワイナリーは、甲府盆地の東部に点在する洗浄地の一つである、 京都川洗浄地の下部中腹にあり、周囲をぶどう畑に囲まれた、標高約360メートルの傾斜地に位置している。ルミエールワイナリーは、1885年当時、南の漁の旧家、古屋家の古屋徳義により、勝沼を中心とする甲府盆地東部一帯で、江戸時代より栽培される、甲州ぶどうを利用した、ぶどう酒の製造。 販売を営む古屋醸造所として創業された。その後、二代目である古屋トラマの初めにより1894年企業体に改祖され、生産量の拡大及び半路の開拓が行われ、以降屋号を公衆園として長年にわたり武道酒醸造業を営み、1992年に同社のワイン商標ルミエールに社名変更し今日に至っている。 同社の立地するケイト川洗浄地の傾斜地は、水はけがよくブドウ栽培に適していただけでなく、洗浄地の地中を流れる、副流水による地下水を利用した天然の冷却効果を得られることから、低温性に優れた地下式のアインセラーやタンクを造成するのにも適しており、二代目トラバの初め自ら、ヨーロッパ式の石倉発酵層を参考に設計し、また神や伝兵衛の指導を受け、 1901年4月に、洗浄地の傾斜を利用した、日本初のヨーロッパ型横倉式ワイン、醸造専用版地下貯蔵庫、地下発酵槽が建設された。この発酵槽は主に赤ぶどう酒の発酵に使用され、大量の原料ぶどうを投げ入れ、発酵後職人が槽の中に入り、手作業でぶどうを破砕して仕込みを行っていた。その後、金属製醸造タンクの普及に伴い、 地下発光層は使われなくなった時期があったが、登録有形文化財の登録を契機に、地下発光層での醸造が再び行われるようになった。地下通路はセラーとして使用されている。左側の石組みが発光層の外壁面である。発光層の内部は、軽年の利用により、ぶどうの色素が付着し、レンガのように見えるが、材質は加工岩である。 建設当初、地下発光層に並行して、武道士貯蔵用微和村を置くための二段式地下貯蔵庫と南北に掘られた高級紙貯蔵用の穴倉も建設されたが、1961年に地下発光層以外はすべて撤去され、その跡地には地下式、セメントタンクが建造されている。この地下発光層は、耐酸性に優れている加工岩を高い精度で積み上げて作られており、 長方形の発光層、合計10基が横並びに建設されている。発光層1基の内部は、幅1.65メートル、奥行き3.6メートル、高さ2.25メートルの大きさがある。赤部同種の大量仕込み発光タンク兼貯蔵タンクとして建設された、この地下発光層は、関東大震災にも耐えた非常に強固な造りになっており、花崗岩の表面には、 長年の利用により、ぶどうの色素が付着している。発酵層1機あたり約1万リットル以上の醸造が可能で、10機すべてを利用した場合、一度に10万リットル以上の仕込みを行うことも可能である。発酵層の前面には、各発酵層からぶどう酒を取り出すためのパイプが設置された地下通路があり、仕込み時期以外はセラーとして使用され、 地下通路から北側へ続くコンクリート製の地下セラーには300たるものワインソンが貯蔵されている。また、敷地内には地下水を循環させる方法による冷却装置が備えられた土蔵造りの工房発酵像が現存している。コンクリート地下セラー、岩倉発酵層を用いた仕込みの手順は、竹を組んで作られたスノコを発酵層内に設置し、 ブドウをふさごと潰して発酵槽内に入れて発酵させるという手間のかかるものであった。ヨーロッパ式の発酵槽に竹を用いた独自の醸造法であったが取り扱いが簡略化された金属製醸造タンクの普及に伴い仕込みは金属タンク移行され20世紀初頭に作られたこの石倉発酵槽は使われなくなった。発酵槽の上部はコンクリートで塞がれ その上に新工場や社屋などが新設、増設されていったが、地下の石倉発光層はそのまま残されていた。ルミエール社では1997年、文化庁より国の登録有形文化財への登録要請があったのを契機として、発光層での仕込みを復活させる話し合いが行われ、文化財を保護するだけでなく、 当時の仕込みを継承することは有意義であるとして、岩倉作りの経験者の話を参考にも型を作り、作業用の器具が再現され、1998年、登録有形文化財の登録の同年に、石倉でのワイン作りが復活した。例年、9月中旬頃に、地下発酵層でのワイン仕込みが行われ、ここで醸造されたワインは、岩倉ワインと名付けられ販売されている。 ワイナリーショップは見学自由であるが、旧地下発行層の見学は原則として事前に予約が必要である。ありがとうございます。